こんにちは、梅吉です。今回の動画はこちら。アイスリング。首に巻くアイスリングっていう商品なんですけども、こちらがなんと28度以下で固まるんです。で、なんでかっていうと、PCM、水酸化ジェル、まあ、よくわかんないんですけど、なんか NASA が開発したような、なんかすごいやつなんですけど、冷凍庫に入れなくても固まっちゃうんです。なので今、お部屋に置いといただけなんですけど、わかるかな？カチコチなんですよ。カチコチなんですよね。なんでちょっと開けます。こんな感じで。こんな感じです。これが固くなってます。カッチカチやぞ。カッチカチやぞ。ブラシです！っていう感じで固まってます。で、これが首に巻いて使うやつなんですけど、冷たい。あ、ちょっと冷たいかな。うん、ただこれだけだとあんまり冷たくないんで。本当だったら冷凍庫に入れたりとかするとすごく冷たくて気持ちいいと思うんですよ。で、なんでこれを紹介するかっていうと、今すんごく暑いじゃないですか、外で。こんな中はやぶさ乗ってると溶けちゃうんですよ。熱中症対策ということで、皆さんもいろいろ対策はしていると思うんですけども、首に巻くだけで体感温度がマイナス5度ぐらいになるそうです。で、あとは28度以下になると凍るってことは、バイクに乗ってる間だったら溶けないんじゃないかなと思ってこれを買ってみたんですけど、実際まだ乗ってないんでわかんないんですけど、凍ったままなんじゃないかなって思うんですよね。これを冷凍庫に入れてこっちの冷たいのにしてバイクに乗ってみようと思うんですよ。もしよかったら皆さんも買ってみてやってみてください。涼しいかもよ。ということで、これを冷凍庫にぶち込んでいきます。冷凍庫にぶち込んできました。ということで、今日の飲み物ゾーン、いただきます。決まれ。冷凍してきました。こちら M サイズのアイスリングです。先ほど紹介したのがこちら L サイズなんですね。見るからに大きさが違いますね。こっちが L で、こっちが M です。こっちが一応男だと L かなと思って買ったんですけど、いや結構でかいんですよ。で、こっちが一応嫁っち用に買った M サイズです。だいたいこれくらい違いますね。ピント合ってるかな。実際これを M かな、L かな、どっちだってことで、両方買ってみたんでつけてみたいと思います。じゃあまず A、 着想。結構これくらい空いてますね。ちょっと余裕がありますね。はい、続いてはこちら M サイズです。なんとこちら冷凍庫に昨日から入れてるカチコチの冷たいやつです。これをつけていきます。着想。おう、おう、冷たい。おお、あ、 M サイズでぴったり。標準体型の人は M サイズで、ちょっとでかい人、バカなことやってねえで働け、は、うん、でかい人は L を買った方がいいと思います。こんな大きいのいらないかもしれないですね。隙間があるとここ冷たくないんで、うん、M をおすすめします。あ、けど2個つければ、2個つけたら2倍冷える、ね、マイナス10度ぐらいいくと思います。ああ、これだったら多分バイク乗ってる間もすごく冷たいと思うんで、うん、実際に行きよう。レッツゴー。ということで、ただいまはやぶさに乗って検証しております。だいたい冷凍庫で5分から10分入れとくだけでカチコチの冷たいアイスリングの出来上がりになります。出発前に首につけてだいたい10分15分ぐらい今乗ってるんですけど、いや超冷たくて気持ちいいです。これ
首が冷たいだけで体感温度が変わるっていうのは本当ですね。首にあるだけでなんとなく体が涼しいっていうか冷たいっていうか、いつもだったら暑くて溶けちゃうなって思っちゃうんですけど、この感じだったら全然いけちゃいます。あー気持ちいい、冷たい、気持ちいい。これだったら暑い日でも難なくバイクに乗れるかなって思います。あ、これいいね、いいもん買ったよこれ。あーいいじゃんいいじゃん。見えるかな、この首のところに青いのがあると思うんですけど、見える？これつけてるだけで信号待ち中は腕とかは、まあ、もちろん熱いんですけど、首が冷たいだけでなんかヒヤーンヒヤーンって感じですね。ちっちゃいよくわかんないか、ヒヤーンって感じするんで。おー気持ちいい、冷たい。これがあるだけで全然違いますよ。あ、いい買い物した。これが本当だったら NASA のやつを純正っていうか本物買っちゃうと3000円だか4000円ぐらいしちゃうんですよね。けどこれが Amazon とか Q10 とかそういうところで、あとはダイソーとかにも売ってるんですけど、だいたい1000円から2000円の間で買えます。まあ多分物的には一緒だと思うので、28度以下になれば固まるっていうのは変わりないので、あとは冷凍庫で固めて首に巻けば、保冷剤だとすぐ溶けちゃうし、しかもあれって結露するじゃないですか。なんで髪の毛びちょびちょになったり洋服濡れたりすると思うんですけど、これなんと結露しないんですよ。すごくない？やばない？で今走ってて多分外の気温31度ぐらいあるんですけど、多分風に当たってるせいか、そこまでこの子に暑さが伝わらないせいか、ずっと硬いままでカッチコッチやで。あー冷たい。あ、ただだんだん走ってくると体が慣れちゃうからそこまで涼しくないのかな。ただないよりはマシですね。断然あった方がいいと思います。いやただ排熱あっちいだろ、ハイブ、ハヤブサくんよ、排熱あっちいよ。ちょっともうちょい優しくなんない？いや買ってよかった。あとはちょっとお店の中とかフラフラしたりしてエアコンの効いたところでいると多分もうちょい硬くなるのかな。それだけでも固まってくれるんじゃないかなって思いますよ。いいねいいね。今年の夏って気温がバカみたいに高いじゃないですか。37度とか時には40度とかっていうありえないぐらい暑い日があって、そんな中でもバイク通勤とかやっぱり乗ってる人は多々見かけますので、水分補給とか熱中症対策しっかりしていただいて、ヘルメットでましてや暑い中走ってると倒れてしまうので、走ってる最中に気を失ったりすごく危険なので、熱中症対策はバッチリお願いします。それでは今回の動画は熱中症暑さ対策ということでアイスリングのご紹介動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウミヨシチャンネル応援してもいいかなって思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォロー、コメントもよろしくお願いします。それでは暑さに負けずこれからもバイクライフ楽しんでいきましょう。それではグッバイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. グッバイ、バイバイ、さよなら。